さあ、えー、それじゃあですね、方言ニュースいってみましょうか。えー、今日の担当は、上地和夫さんです。はい、こんにちは。はい、こんにちは。お願いします。はい。ワニヘチューさんどう。れいかんや怖いですね。<laughs> まあ、朝夕、うう、白くなって、ええー、道、はい、するちゅん、うう、大船渡さん。ち、えー、どっちか話しさびたくと。アネラランド、十二月に、う、行われるマラソンの練習路線をどっちいられやびたん。なるほど。納得さびたん。 開催、はい、よお、中、うがなびだ、うがん十八未成びみ、さて、中夜十五八の八か、旧暦、うちなのくゆめ、くんうちの八かにあたとうびん、東西中、琉球新報の記事の中から、うちなありくりのニュース、うちでさびだ、中のニュースや首里、東の蔵町通り会は、県に流淡どおりの石畳道の改善を要求しました。 でのニュースやビン、ユディナビラ。那覇市の景観条例に基づく整備が進む首里・島の倉町の流胆通りの石畳み道。景、え、観、ー、条例でい一世の知識景色、知識長みの豊さ、一までぬくちかやんでの決まりとやいびしが。 この警官条例の定めによって整いししみ通る整いししみ通る首里島の蔵町の流丹通りの石畳道うて住民が滑ったり蔵町を見せるあのチュンちゃんが信じてくるだつまずいたりして怪我をする事例が発生し きっちゃきし来る気、えー、がすることの起こってリュウタン通り沿いに住む住民やあ事業者で作る首里東の蔵町通り会が、うんうん、リュウタン通りスバ平ラウティ蔵庁を店いる方々し組織国内地区等を見せる首里東の蔵町通り会がこのほど今度県に石畳道の改善などを要求しました 県に呈、えー、して、うぬ石畳道農地組総林地人間総員、県は地域住民を対象にした説明会を開き、えー、対応を話し合う予定です。県やうぬ通り越えの方々と話し合えし、一、え、路、ー、ち,ちむい総員、流丹通りは首里城の城下町として、えー、水泳にとし、歴史ある面影を残そうと。 昔ウ昔,昔の口いヌクチイかなところのちゅうちゅうチャと那覇市と人民中合市、えー、地域や中合市、えー、地域や市で協議を重ね、2002年に那覇市の都市景観形成地域に指定されました。熊谷端指定に伴い県はこの熊前に、えー、言って県や 総事,業費えー、総事業費、事業費、えー、数高110億円をかけて首里山川町からあ首里寺町までの1 2キロを琉球石灰岩でできた石張りの歩道の整備や電柱地中化を計画お琉球石灰岩さんに、えー、石張りの歩道あ,あっち道、えー、の思考慮型とか 電柱神経見る仕組み歓迎ィ2008年頃から着工して2008年頃から仕掛け屋に2019年には完成予定2019年に住みないるチムイ3人そういった一方主に高齢者を中心に雨の日には石畳に滑ったりするなど こと,にことにうつすいやうつすがいが、雨降りの日にうの石畳みちうて、死んじたい、またあっちぐりさんちうむとおるチュンウーさんで、歩きにくさを感じる住民もおり、87歳の男性が、87ない見せるたりめや石張りのタイルが、 3センチほど沈み込んでできた段差に3センチビケシジディヒッディできたる段にきっちゃきしみそウちつまずいて壁に頭を打ち壁屋の首から石が石がちの首から若いビランしが壁に首んけちぶる中く打ちみそウち8針の大きがをしました8針のいる大きが錆びたん こうしたことから、えー、女ことから住民はこのほどクラチョ店ミセの茶チュンチャヤ県や市の関係者を現場に呼びの県と市のお気持ちの地ち事故の起きたるとくるんかい呼び指見装ち、えー、首里島のクラ通り会会長の稲峰博美さんはきれいな通りもいいがあちら道チチクイシン上等やいびいし,しが 地域の人が生活しやすい道に戻してほしい。ドゥタワタが暮らしやする道ん家、戻ち組みそりとアスファルトの舗装を求めました。アスファルトバイの道ん家、戻ち組みそおんち、えー、おにげさびたん、えー。あんやびさやさい、道がでこぼことか、とがいふがい、えー、そういね。ゆろの道はお母さんのあっかいやびらんくてやさい。 庄屋東之倉町通り会は、県に龍丹通りの石畳道の改善を要求しました。二のニュースを打ち出さびたん。どうせまた来週、イシリアビラ、ああ、二平デイビル。まあ、あちらから始まる産業祭り、楽しみです。二平デイビタン。はい、えー、どうもありがとうございました。今日の担当は、上地和夫さんでした。